武蔵藤沢駅は埼玉県入間市毛藤沢にある西武鉄道池袋線の駅である。駅番号は SI21 相対式ホーム2面2線の地上駅で協定駅舎を有している。駅舎の協定下に際して新たに東口が開設された。各ホームと改札外、改札外と東西の出入り口との間をそれぞれ連絡する。 エレベーターエスカレーターが設置されている。トイレは2階改札内にあり、多機能トイレも併設されている。新駅舎の使用開始とともに、上りホームに待合室が開設された。下井草駅に次いで、西武鉄道では2例目となる太陽光発電システムを設置している。また、東口には太陽光と風力によるハイブリッド発電型の街路灯を 西武鉄道で初めて設置した。タモニーの開設に伴い、旧駅舎時代にあった改札内の売店は閉店した。2008年2月9日まで、駅舎は下り反応方面ホーム側のみにあり、所沢池袋方面ホームとは古典橋により連絡していた。以前は島式ホーム一面二線であり、ホームとは構内踏切により連絡していたが、 1998年の駅改良工事により、相対式ホームとなり、古戦橋が完成したため、踏切は廃止された。2020年度の1日平均乗降人員は17,739人で、あり、西武鉄道全92駅中45位。近年の1日平均乗降人員及び乗車人員の推移は、下記の通り、 おおむね2万1000人台で推移していたが、2008年度は三井アウトレットパークイルマが開業したこともあり、利用者が前年度統計よりも約1600人増えた。2009年度から2011年度までの間は若干減少していたが、2012年度以降再び増加に転じている。西口側を中心に区画整理中である。周辺は住宅地が広がる。 駅を少し離れると畑が目立つ。東口から線路と並行して埼玉理想な銀行、埼玉県信用金庫方面及び国道463号方面に歩行者、自転車専用通路が伸びている。西部バスにより運行されている。駅前開発工事に伴い2005年8月1日に駅前停留所が仮設停留所に移動し、 2007年9月20日より現在の位置に移動した。ありがとうございます。